こんにちは、フィーフィーです。もう本当に困ったことなんですが、自民党の石破元幹事長が、日本政府は習近平氏の国賓来日に関して、中国に対し礼儀を尽くすべきだと、とんでもない発言をして話題になっています。どういうことかと言いますと、コロナのね、初動の対応に誤って世界中からその責任を問われている中国なんですが、その中でね、いまだに日本政府の中には習近平主席を国賓で招待しようという動きがあるわけですね。実は習近平主席の国賓での来日は自民党内で様々な動きが起きているんですね。香港で国家安全法が導入されたことを受けて、今月の初めにまず自民党の保守派の議員らが政府に対して習主席の国賓来日を中止するよう決議案をまとめたんです。香港では国家安全法が施行されてからも、それに反対する民主化のデモで大量の逮捕者が出るなど、心配していた事態が現実のものになってしまいました。これに対して自民党の保守派の議員たちは、これは重大で深刻な状況であるとして、中国への非難を表明したんですね。その中でコロナの影響で延期されている習主席の国賓の来日についても中止を求めたんです。また決議案の中には、現地にいる日本人の保護や脱出を希望する香港市民に対する就労ビザの発給も盛り込まれました。これに対して、在日中国大使館が強烈な不満を表明したと。中国の内政に対する乱暴な干渉であり、断固反対を表明するとしました。またこれに付け加えて、日本国内の一部の人があれこれ口を出し、政治的パフォーマンスをやっていると主張。これを一部というね、表現で、少数派という意見として、その上で日中関係を改善していきたいとの、そういったね、配慮、姿勢も示したんですけれども、たとえこれが一部の議員たちの動きであっても、正直中国に対してはコロナの対応をはじめ、尖閣諸島沖での軍事的な挑発で中国に対して不満が溜まっている日本国民は多いでしょう。香港のみならず少数民族への人権侵害、また国際社会での横暴な振る舞い、その言動が世界中から反発を招いています。こんな時にあって、まだあえて習近平主席を国賓で来日させようとは、世界は日本に対して一体どんなことを思うでしょう。日本国民もそれを快くは思ってはいません。あまりにも国民の声を無視した政府の動きには怒りすら覚えます。中国政府が来日中止を求める決議案に反発するのはわかります。ただ、呆れるのはやはりここから。問題はこの決議案に政府内部から批判が上がっているということ。しかもそれが自民党の内部から反対する。しかもそれが止められないわけです。まず、これにすぐに反応して反対したのが二階幹事長。議員らが決議案をまとめ終えて、官邸に申し入れることについて猛反発して、党内では緊張が高まったといいます。かつて田中角栄元首相に仕えた二階氏は、その後独自で中国のコネクションを築いて、2016年に幹事長に就いてからは、習近平氏をはじめ中国の要人らと会談を重ねて、日中関係の改善を図ってきました。だからこそ、自分の畑を荒らされるような思いからなのでしょうか。今回の決議案については、事前の報告もなく動いていることに、怒り心頭だったといいます。二階派の関係者は、中国と摩擦を起こしても仕方がない。勝手なことはさせないと、こうまで言い切りました。で、ここで、さっき冒頭でも触れましたけれども、反対したのは二階幹事長だけではないわけです。自民党の石破元幹事長が保守派の議員らによるこの国賓来日中止の要請に疑問を呈しました。総理が国賓としての来日を要請した、お招きしたということは事実であるわけで、それをやめてくれということは、これから先どういうことになるのか、よく考えなければならないですよと。つまり、来日を中止すれば中国からどんな仕打ちを受けるか分かりませんよと、こう言いたいのでしょう。続けて、ここですよね。礼儀は礼儀としてきちんと尽くさねばならないと。このような言葉で議員らによる、この来日中止を求める動きを批判しました。もうね、ここまで来ると、私以前から、石破氏に関しては、なんていうの、いいイメージもあったんですけども、ここまで来るともう恨みなのか嫉妬なのか、このところ石破氏の言動は、本心なのか分かりませんけど、常にこの安倍政権に対する、逆張りの意見を言うと、反対の意見を言うと。なので、この自民党内で分裂するような動きが本当に目立っていますよね。強調するんではなくて、常に反対する。もう、いっそのこと離党してしまえばみたいな声も聞かれます。尖閣諸島がここまで中国に煽られている中で、それを無視して、元防衛大臣たる人が礼儀という表現で習近平主席の国賓来日中止に反対するということ。もう呆れました。しかもね、自由への侵害をされている香港の問題に対して世界が声を上げているこの最中に何が礼儀なのかよくわからないんですけど、意味がわかりません。礼儀を尽くせという。そもそも礼儀を重んじなければならないような相手なんでしょうか。ここまで尖閣諸島にも連日、軍事行動みたいなようなことで、煽られて。ここまでの思想の方なんだなということが露呈したということ、ある意味良かったのかもしれないとさえ思えてきます。で、このように、習近平主席の国賓来日中止に反対するという決議案に対して、自民党内からの異論もあって、本来これっていうのは自民党の総意として提出するはずだったんですけれども、それが見送られました。そして7月の8日、自民党の外交部が外交部会としての要請としてね、要は総意ではなくて、自民党の総意ではなくて、外交部の要請として、これを菅官房長官に提出しました。菅官房長官は記者団に、しっかりと真摯に受け止めると語りました。一連のこの動きに、やはり日本は中国にどれだけのことをされても、中国に対して強気に出れないのは、親中派と言われる議員が存在するからだと、つくづく痛感させられたわけです。こんな方々がいれば、尖閣諸島沖に連日中国の船が侵入しても、弱腰のままになってしまうわけです。相手のことを考えて慎重に慎重を重ねて行動すべきだとかね。あと、ここまで日中関係を築いてきた努力を何だと思っているんだと、親中派のドンとも言われる二階幹事長は憤ったと言います。このため多くの国民も期待したであろう国賓中止の決議案は二階派議員からの修正が求められ、結局当初の強気なものより弱いニュアンスのものになってしまいました。保守派は抵抗したんですけれども、決議文の表現は修正され、また、党外交部会、外交調査会としてという一文も加えられてしまいました。つまり、党としてではなく、一部の議員の意見としてですよというふうに、こういう形で提出されたということです。ここまでお話ししてきましたが、自民党の内部に、ここまで露骨な親中派、中国に肩入れする議員がいるということ。コロナにおける中国の初動の対応も、また香港の国家安全法も、あと中国国内の人権問題も、日本政府が国際社会と足並みを揃えて中国に対して強く非難できないのは、このような背景があるからかもしれません。しかも、こともあろうか、尖閣諸島で連日中国の船がうろうろしている状況下に、習主席の国賓での来日が中止できないままでいるのです。日本国民の気持ちが、日本国民の声が届かない、この日本政府にもどかしい気持ちになります。ここまで聞いて皆さんはどんな感想をお持ちになりましたでしょうか。ぜひコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。みんな見てくれてありがとう。フィーフィーチャンネル登録してね。